は工場イベントエリアフィールザピーポー。ママドロスの食品加工機が冷却を終えて再稼働可能となった。工場の周りに散らばった材料コンテナを使って支柱管を作れるように設定しておいた。この機械は激しい騒音を出すのでマイクロの可能性が高い。あ、プロテクトロンがいるんだ。何イベント、ママドルスの食品工場の機械が再び使えるようになった。ほうほうほう。なんか今時間制限出てたからやっちゃおうか。プロテクトロン満載。いてててて、防衛マシンなんだから私に攻撃しなくたっていいのでは。おお、燃えてる。この弾を使い切っちゃおう。あ、壊れたよね。タクティカル新ハンティングライフル、真のタクティカルハンティングライフルとかならまだわかるけど、なんだろうなこの変わった名前は。わ、レーザー撃ってくるもんな。結構硬いし。あ、割れてる。よし、で、あ、これがホッパー。え、ただそんな材料がどこにある。わたね、近接攻撃にしようかな。なんかフュージョンコアの音がしたけど、多分ホッパーの音なんだろうねこれは。違うな、フュージョンコアの音がするが違う。ただのマシンの音。あ、これだ。待てよ、じゃあ割と数あるのかこれ。今の1個だからあと4個。これ目くらだから探せない、探せないよ。あ、これだ。どっかにまとまって置いてないかな。あれもか。あ、誰か来た。誰か来た。と、これもだ。足りないな、これ集めないといけない。で、上にもあったから、よいしょっと、ここに2つ。ん？あれ、これ違う。そうだよね。こ
この辺もう肉塊だらけだけど。これもまだロボットがいるな。これもこれもだ。なんでこんなところに置いてある。あとは一回入れよう。あ、全部かなこれ。あと一個。乾燥ビーフストックがない乾燥、こういう残り1個ってのがなかなか見つかんないんだよな。どこだあったわ。あれあったけど乾燥ビーフストックじゃなくない。あ、仲間入れてくれた。で、起動これだ。これを最初に読む。はい、わかりました。とってもわかった。有効で、あ、全部動かさんとね。あ、これコンソールがダメージを受けるんだ。ダメだよ。人間の食べ物です。待て、やめんか。お前らも調理してやるぞ。このリベレーターどっから湧いてんだ。よし、どうした。機械の問題を調べる。診断。カイロのカフか。痛い、誰かに切られた。フューズボックスをリセットする。あっちか。あ、これだ。これでよし。これ一応2000年代とても後半。待って、誰かに殴られてる。2077年だっけな。それは核が落とされた時だったっけ。少なくとも今よりははるかに未来だけど、マシンがこんなに、なんだ、調子悪いもん。なんかもっとえげつないテクノロジーを駆使しているようなマシンがあるとかじゃないのか。ああ、やべやめんか。たかるんじゃない。死体がやべえ。あと2分か。まさかだと思うけど、これ稼働させたら食品天国、これ解除できるんだ。あー、まただ。今度はなんだ。やめんかい。
上か。パイプを修理する。パイプはどれだ、これか。あ、あそこをどうやって行けばいい。ここか。はい、あ、鉄。なんでこんなボロッチマシンなんだこれ。痛い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 。えわ、多いわちょっと。食品加工機1ばっかり攻撃されまくる。やめてくれ。いや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 、死体の山だけど。やめて。もうこのマシンの体力はゼロよ。マジで壊れる。よし、あと19秒。というか、すでに加工機2は行かれた？もしかして。守った。美味しい。レベルアップ。待てよ、ピッキングスキル欲しいな。パークカードパック、ないならしゃあない。近接強化。空港行くぞ、今度こそ。空港こっちだ。なんでこの辺こんなロボット満載なんだ。オートサイドパブかい。いてててて、この野郎。硬いんだよな、地味に。近づいてこい。ここは入れるみたいだけど。わあ、白骨家族。なんだこれ。また地図か。待てよ、アイテムがすげえ圧迫してきてんだよな。一回戻りたいとこだけど、戻るのにキャップを消費するからな。いらないもの置いてこう。し、とりあえず多少重量軽くなった。これ開かないんかい。と、空港。本当に空港？
誤訳を疑ってしまうんだけど。空港なのかな。空港ということにしておこう。あーちょっと待って、これは中にさっさと入っちゃおう。ああ これは何でもない。動きが速いと全然撃てない。元空港か。なんだこの、こういうのと同じ格好で騙そうとしてんのか。騙されんぞ。石化した死体との区別ぐらいつくわ。めっちゃいる。せめてスコーチはみんな素手で来てくれ。おお、石化。ああ、こんなところに。待てよ、さっきの重量がちょっとあったから捨ててきたアイテム、ここで売れたな。ちょっと整理タイム。このベンダーめちゃくちゃ10ミリピストル売ってんだけど。まあ相変わらずキャップが全然ないわけだし、特にはっていうか、多分食料が溜まってるから食料消費せないかん。ちょっと水を取っときたいから、他の飲み物といったらこれ酒、あとぬかコーラ。ちょっとクエストの確認。そう、レスポンダーの拠点を探索中にホロテープを見つけた。で、レスポンダーの辿った運命を知る。それでここ空港。空港とは思えないものたくさんあるけど。上の階にマークがついてるってことはテープかなんかか。お、監督官のログ、モーガンタウンにて。週末になるとここに来ていました。飛行訓練を受けるために。この場所も今や悪夢そのものです。スコーチは至る所、私は息を殺し、身を隠し、しばらくの間彼らを観察することができました。原因は何であれ、この病は宿主を完全に乗っ取ってしまうようです。かつて人間だった者たちがやがて体が硬直します。まるで時間が停止したように。ああいう状態が長く続くとやがて炎上します。内側からね、火山の噴火を逆再生したように。原因を探求しているうちに答えにたどり着きました。それは空から舞い降りたのです。金切り声を上げ、息を吹きかけ、あらゆるものを感染させたのです。どう戦うべきか見当もつきません。ですが選択肢はすべて検討すべきです。核の使用を含めて。ああ、過ち繰り返すパターン。我々はスコーチという病の発生源を究明し、アパラチアの外へ広がる前に根絶します。
まずは自分たちを病から守らねばなりません。どうやらレスポンダーは予防接種の開発を行っていたようです。私は彼らの仕事を引き継ぎます。あなたもそうすべきです。以上、監督官より。ヘリがこんなダイナミックに墜落してる。で、なんだこれ、なんだこれ、空調1号 J。 研修プログラム完了。これ研修プログラムだったってことでいいのかな。あ、上級トレーニングだ。キャンプの建設なんだけど、キャンプはもう建てちゃったぞ。あ、BOS ってこの頃からいるんだ。ホロテープは特に何もないし、オッケー。あそこにあるのタレットだけど、瀕死状態。WGRF グラフトンラジオに周波数を合わせる。こっちはイベント、これもイベント。お、とりあえずイノキュレーション計画について。うわ、ちょ、わ、こいつショットガン3つも持ってんかい。てか武器持ちすぎだが。武器持ちすぎじゃない。あれ管制塔か。なんか随分低めの管制塔な気がするけど。特になんもない。スコーチに壊滅させられたって状態か。で、この空港はなんか飛行機発着するための空港というよりかはヘリか、ヘリの方か。あ、プレイヤーがいる。なんかすごい格好してんなプレイヤー。おお。ピエロかな？ピエロじいさんかな？あ、再びイベントエリア。全レスポンダーに告ぐ。これは最重要自動メッセージだ。カーゴボットの接近をレーダーで確認。統括点の安全を確保するぞ。何？てか、ジェフ中村？日系人？
倒せやつかイベントやっちゃおう。大量にいるけど。おわわわ、ちょ、何その動き方。スライドしてきたけど不動のまま。あ、壊れた。お気に入りの武器が。射管使おう。あ、射管の方が速いな、連射速度。やったけど、あ、ウェーブで来るのね。おお、あ、重い。こんなに重くて大丈夫かな。あ、金庫。スキルがないんだよ今。え、失敗？なんで？いないんだけど。こいつらは今来たぞ。謎イベント来ないよね。スコーチ来ないでくれよ。スコーチ伝染病の予防接種が間もなく現実となるそうだ。ほうほうほう、ジェフ中村。スコーチについていろいろ研究してたのね。あ、サングラス？ジャンプスーツからレスポンダー警察に、そして警察の帽子、そしてサングラス。そして格好は、おお、レイダー、元レイダー、元ギャングガンが、凄まじいけど。で、メインは今度これか。ドクターハドソンの研究を調べる。まあそれもいいんだけど、ほんとサイドがね、溜まってきてる。ちょっとサイドやってみようかな。こっち行ってみたいな。そうだ、通信かけてきた市長だ。ちょっとトラ全部トラックされてると見にくいから一部を消そう。よし、お、毒の峡谷、大丈夫？なんかあるんだよね、ここに建物が。建物？要塞？スーパーミュータントだ。え？え、待って、固くね？単にショットガンだから近づかないとダメか。ここはなんかヤバそうなやつがいそうだ。東部刑務所かこれ。刑務所にいるのがスーパーミュータントっておかしくね。